はい、ゴールドマンゴルスクールのレッスン動画です。今日は切り返し の、 あのポイントですね、パワートランジッションについて説明します。それではバックスインしてみてください。はい、ちょっと手をね離してみてください。はい、こうですね。今右肩の上にこう斜めに横切ってます。これスイングプレーンですね。そのままですね、ダウンスイングの時にこの時グリップエンドと右肩が出ないんです。そのままストーンと真下に落ちます。その時見てください。前傾軸に対して直角に交わってますね。これがスイングプレーンですね。すごくシャローな角度で入ってきます。これが寝てもまたは立ちすぎてもダメ。立ちすぎるとね、トゥーがかぶって突き刺さります。インパクトの時ね、外から入る原理なんでスライスにもなります。それと、はい、もう一回上げてください。ここから落ちてくる時に踏み込む方向、こっちです。はい、少し斜め前、こっちですね。これ今逆、これハの字になってます。このハの字、この方向に踏み込みますね。もう一回やってみてください。はい、ストーンと、はい、踏み込みました。でそのまま体の正面に戻してきます。そしたら今度回転力を増すのはこっちです。またハの字のこの方向に振り込む、あ、振り切るね。そうすると回転力が増すんです。まっすぐに振り切るからボケちゃうんですね、インパクトが。はい、それじゃあ打ってみましょう。こんな角度で降りてきて、こんな角度で振り抜きます。スムーズ、はい、ナイスイング、非常に力強いですね。はい、ありがとうございます。皆さんもぜひ参考にしてください。ありがとうございます。